孔力氏は、日本の氏族の一つ。三河国抜方軍、孔力後号の発祥で、官武兵士流熊谷氏の後裔とされる。過疎とされる重長より、松平氏に仕え、徳川家康の重臣である、孔力清長などを輩出した。江戸時代前期に、岩月藩、浜松藩、島原藩の大名を歴任した後、旗本家として、本家、文家の両家が、 幕末まで存続した。郡力士は、出を、熊谷市一族の内三河国八名軍、売城を拠点とした、うっとし熊谷市とする一族である。戦国時代初期、初代、重長は、三河国かた軍、郡力号を拠点として、松平氏に仕え、その孫の清長は、豊臣秀吉政権した、徳川家康の側近として活動した。清長は、 家康の関東違法に同行し、武蔵区に岩月城を居城として、岩月藩初代藩主となった。清永の孫、忠房は後に、浜松藩への天保となり、島原の乱後には、松倉市の後任として、島原藩を治療して、復興政策を行ったが、忠房の子、高市長の第二失政によって改役されて、旗本に降格された。旗本となった以後は、 本家は、下佐国会上軍、捜査軍、文家は、出羽国村山軍を治療し、両家が、幕末まで存続した。官営所家系図伝及び、官政重州所家府などによれば、郡力士は、熊谷氏の一族であり、熊谷直実の五代後の子孫、熊谷直重の流れとされる。熊谷氏は、武蔵区に熊谷号によっていたが、現行元年に、直重が、 足利高氏に従って上洛し、六原の合戦での武功により三河国八名軍の自投職を与えられた。直重は八名軍に自投職として居住した後、彼の六代後にあたる重げが、宇都と師匠に移り住み、その後、実長より宇都市熊谷と称して今川市に侵入したが、協力2年、松平清康の攻略によって、売城が落城した。 ウリ城の落城により、ウッド氏熊谷氏は、同国ぬかた軍、高利記号に落ち着き、名字を高利記と改めたとされる。高利記号に移り住んだ時期については、実長の子、直康の弟である正直が、高利記号に別れ住み、その子である重長が、高利記を名乗ったとする解釈、重長が移り改正したとする解釈がある。また、高利記号に移住した正直は、 柳田氏を称したとされ、関西重州諸家府には、茂長の母は柳田四次老房の娘と表記されている。ただし、関英、関西の家府以外の文献では、上記とは異なる羊も参見される。藩官府は、上記の羊のほか自家、主家という人物が、大見国から三河国へ逃れて、高力村に六百国の土地を領有して、 孔力氏を称したとする記述が、古今武家清水記に見られるとし、両説以下がと記している。また、孔力氏は、柳田氏と同族であるとされる。柳田氏は下屋国柳田軍、柳田三國屋を本願とした鎌倉時代以来の足利市悲観衆であり、室町時代は、鎌倉久保奉公衆を務めた一族で、孔力号に従した柳田氏は、同国に所領を受けた諸屋であると推定される。 孔力氏は、干渉6年、ぬかた軍一騎に、柳田氏と同じ一騎側として参加しており、新編岡崎氏は、出自を熊谷氏とする説には疑問があり、重長を孔力氏初代とするのは正しくないとしている。前述の通り、家父において、協力年間以前の孔力氏は、熊谷直茂が、三河国八名軍の自当権を得て、以来同軍に居住し、重曽根の代より、 ウッド師匠に移住、文明年間に、売りじを築城したとされる。実朝の代より、ウッドし熊谷氏として、今川氏に侵入していた。ただし、今日6年間以前にも、郝力氏が郝力号に居住していたことを示す文献、また、郝力氏と南朝に関する伝承が存在する。郝力氏は、干渉6年に発生したぬかた軍一気に参加したと、する文献がある。 今川記には一期の概要が記されており、その中に一期の構成員として、丸山氏、おじり氏、足氏らと共に、高力氏の名前が挙げられている。これら一期の参加者は、今川近本の日記、干渉6年5月の上に記されている、ぬかた軍道人興明の注文と、ほぼ一致しており、信憑性に問題があるとされる今川記の中でも、 一気の概要は信用できるとされる。協力2年、うっとし熊谷市の居城、売城は松平清康に攻略されて落城した。売城は、その後、菅沼貞則や近藤安市用の居城となった。実長の子である正直は、はじめ同族とされる柳田氏を称して、高利記号に落ち延び、その息子、重永が高利記氏を称した。正直は、柳田氏を称すとともに、 好力に住んだため好力熊谷とも称されたという。また、この時、重長の兄である直信は八橋氏を、重長の叔父である直康の息子、直寺は入りの熊谷氏を称したとされる。以上の過程で好力重長家が形成された。同志は好力城を居城とし、青山和夫古文書によれば、重長は一族で浦辺に居住していたとされる。 完成重修書家府によれば、重永は松平清康に仕え、今川氏との戦いで、たびたび先行を挙げた。その後、天文4年、清康の死後に、織田信秀が兵8000を率いて、岡崎城に侵攻しようとし、松平康高が兵800を率いて、織田軍と戦ったが、この戦いに参加していた重永は、息子、安長と共に、同年12月、 稲川で戦死した。安庁の死去によって、安庁の息子、清長は安庁の弟、重政に養育されることとなる。清長は松平広忠、元康不死に従い、永禄三年、元康に従って、大鷹の戦いで先行を挙げた。なお、重政はこの戦いで戦死している。永禄八年三月、家康は三河一国支配のため、 三河三部行を設置し、清永は、本田茂次、天野安影と共にその一員となった。この時清永は、その知略と慈悲深さを象徴したものとして、茂次の、鬼、作座、安影の、土地へ、んなしの安影と、並び、仏、通、力と称されたとされる。その後、清永は、掛川城攻め、姉川の戦いでの功績で、 東ー海国町上軍万国村を与えられ、元気三年三方ヶ原の戦いに参加し、負傷天正八年には、同国、バブシツカ城を与えられた。清長は、天正十年の伊賀越えに従い、同年駿河国田中城城主となった。また、小牧、長久手の戦いの後には、十五位した川内守となり、豊臣秀吉から豊臣生を与えられた。 天正18年、家康の関東違法に伴って清永は、武蔵国岩月城二万国を領有し大名となった。清永は、慶長13年に死去するが、清永の息子、象徴は父に先立って慶長を4年に死去しており、同年に清永の孫、忠房が、孝力家の家督を継いだ。忠房の代である源那五年、高力氏は三万国に加造され、 とうとう海国浜松藩主となった。また、忠房の次男であり寛永7年に幕府、中奥の故障となった長房が、同年2月15日に死去したが、この日、幕府は、故障の身分である長房に対して、くつき種綱を弔わせており、幕府が、重長、重政の働きや清長の不代の中勤を配慮したものあるいは、高力士を重要視していたものと推測される。 繁栄16年、忠ふさは、島原の乱の責任を問われて、海域となった、松倉勝家への後を受け、4万国への数をもって、島原藩主となる。また、この時忠ふさは、島原藩主のほかに、最国滅付け役という役職も与えられたとされる。藩内において、忠ふさは荒廃した、領内農村の復興や多領からの移住民受け入れ、 領内の自社の創設あるいは再興といった政策を行った。忠房は、明暦元年、参勤先の江戸から島原に戻る途中、京都で死去した。忠房の死去に伴い、忠房の息子、高市長が、高力家の家督を継いだ。高市長は、藩の財政再建目的で領民に、いら地税を強いるなどの失勢を行い、また、失勢をとがめた家臣である。 滋賀現場城をその場で殺し、江戸にいた現場城の妻子を殺害したとされる。これらの行為もあり、高力氏は漢文7年、諸国準犬氏の九州準権の際に領民に火星を訴えられたことによって、漢文8年2月27日、改益となった。改益により、高市町は仙台藩へ蓄許となりふち千仙病を扶助された。本家高市町の改益後、 高市長の息子、忠広も一時では国省内藩、坂井家に預けられ、湿居となった。その後、忠広は赦免されて、寄り合いとなり、上京二年、下佐国捜査軍、海上軍内に、合計三千国の治療を与えられた。また、元禄元年には、書院番頭となった。元禄九年正月開日、忠広は部下であった、大岡忠秀と、養子申請について、 口論となり、忠弘は忠だに殺害され、また、忠だ自身も、忠弘の家臣によって殺害された。この件に関して、孔力家に処分はなく、同家は、長井直不長男の清しいよいよを養子として迎えた。本家は、その後、十代、長政、十五代、直三郎と、養子二人を迎えつつ幕末まで存続した。直三郎は、慶応三年より、 京都町奉行を務め、明治維新以後は、同軍人玉村に居住した。また、氷木家本家の地行地のうち、最大の領地は、下佐国海上軍三河であり、慶応元年以後はその中に、陣屋が設置されていた。陣屋とは、四方堀と言われ、大正十年頃まで堀の一部が残っていたとされるが、現在は山林となっており、当時の面影はない。文家、 高力正房家は、忠房の三男、正房より分家した家である。兄、高市長が撤居の処分となった際、正房には、処分がなく、出羽国村山軍に三千国の治療を与えられた。三代、長氏、四代、定住は、真田氏からの養子であり、五代、おさゆきは、妻氏から養子として迎えられた後、古小組、番頭、諸院番頭、 寸布城財番の留守居を務め、摂津上、若狭守を除任された。その後、正房家は六代、直方、七代、直道、八代、直行と、創始以来六人の養子を迎えて幕末まで存続した。山部長氏によれば、正房家の地行地は、天明八年から天保十年の期間幕僚となり、それ以後再び、高利起僚となった。なお、 事業地が爆僚となった原因は不明である。正房や事業地の大官所は、道軍、深堀村の名主であった、佐藤忠右衛門家の敷地内に、独立した敷地を持たない形で設置されていた。ただし、幕末の一時期、大官所は、道軍大寺村の名主、忠田平家に移ったとされ、忠家には、公力家の遺杯が、数柱祀られていた。また、 西高盾村の名主を務めた足立久右衛門家には、郡騎家や大官などの関係を記録した書式留所書長が残っている。愛知県ぬかた郡高田町には、郡騎士は南北朝時代、信濃国大河原野の,の戦いで、宗永神道に味方し、敗戦した熊谷氏の一族であるという伝承が残っている。ただし、真偽は定かではない。内容は以下の通りである。 また、この時落ち延びた熊谷氏一族のうち、岩堀に定住した者は、岩堀氏を称したとされている。青山和夫古文書及び旧、ぬかたの郡、高須村にある織田家に伝わる家フには、それぞれ高力氏士が文村として、同村を開拓した、逸話、高力氏士の人物が、織田信夫の息子とされる人物を養子としたとされる、逸話が記されている。文村、高須村の開拓以下は、 青山和夫古文書に記されている、重永がらが隣村であった土地を開拓して、高売記号の分村とした逸話である。また、三河国の方郡福岡村市などによれば、重長、重政らは高須村に移住したとされ、高須の由来は流出した土砂が堆積した巣であるとされる。小田氏との関係の伝承以下は、9。 高須村にある小田家の家父などに記された、重永の彦とされる人物が、小田信夫の息子とされる人物を養子とし、同地の小田家の発祥となったとする逸話である。なお、高須村は、江戸時代に600国を有し、1685年から、松平門太夫の領土、1688年より、徳川氏の領土となり、1690年より、幕僚となったとされる。 公力士系図判例。一、太字は、当主、実践は、実施転戦は、用詞。二、2創生、婚姻関係、女子は省略。三、系図の出典元は、関西重州諸課府、公力士、安城歴史研究、公力士について、中野、公力家略系府、千葉県教育振興財団、研究企業28、四、熊谷十町以前は、 熊谷市三河熊谷市を参照。ありがとうございます。